白石島に着きました。どれぐらいかかりますかね、歩いたら。外周が 10.5 キロ。ナンバープレートついてない。この道が本当に合ってんのかどうかっていうのはね、大変道間違ったっぽいですね、これ。完全にこれこそ漁師町の不法投棄、イスラム教のような、うん、うわっ、びっくりした、でかっ。というわけで、スピチューブ始まりました。今日はね、フェリーを使ってね、島に行こうかと。なんでもね、外国人にめちゃめちゃね、人気のある白石島にね、行ってみようかなと思ってます。はい、スピチューブ始まります。白石島に着きました。着いたんですが、人がいないんですね。暑っ。天気いいんで、あられちゃうじゃないですけど、ちょっとこれを。あられちゃんの気持ちがわかりますね。まあ、とか言って、普通の水じゃなくてタンニングオイルで、日焼け用のオイルを使ってね、せっかくなんで焼けます。これ歩いて島渡れる、全部回れるもんなんですかね。ん、ここの島の中を。はい、ここの島の中は、あの道路があるところは一周ぐるっと回れますね。どれぐらいかかりますかね、歩いたら。外周が 10.5 キロ、それ以外だと道路を回ったら7キロ、8キロぐらい。一番わかりやすいのが、今現在地がここなんです。はい。で、こっち側行ったら、こうぐるっと海水浴場、戻って坂上がって、ぐるっと回って、こんな感じです。あ、わかりました。学校こっちにあるの。あ、ちょっとおかしいんですね。なんかね、道が10キロちょっとぐらい。あ、こんにちは。で、歩いて島をね、回ってみようかなと思ってます。なんかね、レンタルサイクリングもあるみたいですから、
こはね歩いていこうかなと、ね、思ってます。まっすぐ行けばいいのかな。面白いですね、この子ね、牛に見立てた車みたい。これガソリンとか免税金、課税金、組合価格あるみたいですね。まあ、でもね思ったんですけど、やっぱ自由なんですかね、ナンバープレートついてない車あったりとか、この辺だけの移動とかいうことなんですかね。いろいろこれが、ガソスタですね、島の中で。ここからこの先をね渡って通って島をね一周しようかなと思ってます。結構ね山ですね、こんなにね登山な感じだと思わなかったですね。眺めがいいっすよ、めちゃめちゃ。あの向こうが工業地帯があるのが福山ですね。なんかありますね、お家ですかね。ありますね、これ二手に分かれてる。ちょっとこっち行ってみますかね。カラスが多い。開けたところにやってきましたね。あのロッジのような、この道が本当に合ってんのかどうかっていうのはね気になるところなんですけど、これを通ってわざわざみんな、あれでも廃屋がねちょっと道間違えたような感じ。完全に廃屋、カーブが、うわ、よいしょ、これ人が住んでない。道間違ったっぽいですね、これ完全に。見晴らしはめちゃめちゃいいんですけどね。うわ、びっくりした、でっかでっかいね、蛇が。よいしょ、やべえなこれ。ね、元の、二手に分かれる道に戻ってまっすぐ行きます。すごいね、井戸がある、井戸がありますね。うわ、はい、ちょっとね完全にね道に、びっくりした、迷いかけとるような感じで、ちょっと戻ります。いった、これはやばいぞ。今歩いてるところがちょうどねさっき間違えて迷い込んだ山の横なんですよね。だからこの道路の真横にずっとね越えたところにがさっき通ってた道なんですけど、はい、思ったより楽ですね。やっぱり大きいね道があるということはいいですね。八つ赤村よりかは楽です。これこそ
あれですね、漁師町の不法投棄、不法投棄ですね。海のね、漁の海が見えてきました。大きいね、防波堤もありますね。もうね、使われなくなったボードとかバイク、車とかが置いてありますね。まあね、本土にね持っていくだけでも金かかるし、ここにね捨てとるような感じなんですかね。うわー、すごい魚が、亀がいますね、亀が。あとはボラとか、ボラとかね、いますね。はい、やっとね戻ってきました。で、ちょっとねあの建物が気になるんで行ってみようかなと思います。立派なイスラム教のようなモスル的なね、タイのやつをなんかイメージしてんのかな。すごい、結構ねおしゃれですね。これガラスでいこうですかね。よくね神社にあるあのお水をね汲んだりするあれですかね。お水がなくて普通にこの水道水から、さっき通ってたのはおそらくねこの下の全く道がないとこかな、全部行ってたのは。だからこっから降りてきたから、そうだね、結構距離あるな。とりあえずそうだね、海水浴場行こうかなと思います。綺麗な海ですね。めっちゃ人がいる。やってんのかな？更衣室がありますね。よいしょ、はい、thank you.
はい、ここがね白石島で一番有名な海岸、海水浴場みたいな。簡易式のねビーチベッドです。はい、というわけで結構ねのんびり快適に過ごさせてもらってます。はい、というわけでね帰りの、フェリーがね来てんで帰ります。はい、ビーチとしてはかなりね高得点な場所なんですが、ちょっとね過疎化のとこもあったりしていまいちちょっとどんな感じか分かんないような感じもしますが、結構ねビーチとかそういう部分では部分で栄えてるのかなと思います。というわけで今日のね白石上陸作戦は終了します。これにて閉幕、帰ります。それではまた、ありがとうございました。